はいどうっ。 パロプンテ J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで今回はマリノス、大木原、神戸移籍か、そしてサガントスの首相はガンバ、大阪へということで、まあ、その他、え、もろもろですね、移籍情報出ておりますので、やっていこうと思っております。よろしくお願いいたしますということでございまして、まあ、本日、ね、J1 最終節ではあるんですけども、ま,あ、まさか、ね、最終節当日の朝にこんなに情報が出るとはという感じでございます。まあ、個人的には週明け月曜日か、もしくはまあ J リーグアウ が終わった後かなと思っていたんですけども、えー、結構主力選手のお話が出てきたのでまあ、やっていこうと思っておりますけれどもねはいそしてまず移籍情報を、えー、見る前に注意書きということで一応こちらでございますねまあえー、読みはしませんけども一応これ出しているのでこれ、えー、見てから本編見ていただけたらなと思っておりますけどねはいそしてじゃあ早速やっていきましょうかねまずね大木原、えー、神戸が動くということで横浜 F ・マイナスの大木原選手です、ね、ボランチ・大木原選手がまあィッセル神戸に移籍する すするんじゃないいかかとかそういうおお話が出ておりますねまねあ荻原選手でございますけど今シーズンの荻原選手は31試合でまあゴールありませんが2アシストという成績でございます、まあ、今年もですねマリノスの,このボランチ後ろから支えたこの選手でございますがなかなかこれねこの間マリノスの補強考察動画なるものを撮った時にコメント欄で結構ボランチの補強マリノスはちょっとボランチが必要じゃないかとね結構そういうコメントが多かったのでなかなかこれ荻原選手のこれ今年の活躍、まあサ サポーターから見ると厳しいものがあったのかなと、まあ、個人的にはですけどね個人的には見ていて、別にそう気になることはなかったんですけども、もなかなかこれ意外とサポーターの目は厳しいなと思ったんですけれども、もそのまま木原選手が神戸に行くんじゃないかということで、まあ、もし移籍が決まれば山口蛍選手とまあセレッソ大阪時代以来の7年ぶりのコンビ実現へということですね、まあ、あの僕の中でやっぱり大木原と山口って、ワンセットのイメージが強くて、やっぱそれって。 であのののロンドンンドオリンピックのイメージが強いいかなっって思って思ますこれねロンドンオリンピックを見ていた方なら、えー、記憶に新しい新しくないか別に記憶にあると思うんですけども僕の中でやっぱりこれオリンピックねあの時のオリンピックのボランチのコンビって言ったら大木原山口蛍の、まあ、セレッソ大阪コンビだったわけでございますけれどもまあその山口蛍とのコンビ実現かっちゅう、えー、感じでございますねそしてまあしかしまあ、えー、内容ですね報道の内容を見ていく感じであるとヴィッセル神戸が獲得に動くと書いてあるのでまあまあ まだオファーは出していませんよというようにま取れますね。まあ、これ、いろいろ前もですね、これえー、報道の見方、言葉みたいな話をしたんですけども、まだまだ動くということはオファーすら出していない状況なので、まあ、今後オファーに発展する可能性はあるということでございますので、まあ、この辺はまだ分からないよねという話でございますね。そして、えー、しかしまあ神戸からしたら、ね、このその記事の中にですね、サンペール選手が、ね、ヨーロッパからオファーが来るんじゃないかとか、大崎選手がまあ対談するとか、そういう話がちょろちょろって書いてあったんです。 けどもまあ確かにサンペールの今年のヴ、ね、ィッセル神戸活躍見ているとまあ、ヨーロッパの方から、ね、オファーがあってもおかしくないのかなという感じがしますし、まあ、大崎選手もバリバリね終盤はボランチで使われることもありましたがまだまだやれるとこを見せてくれたんで、ね、そこはねまあ、中盤の補強ボランチとか後ろの方の選手にはオファーが届くんじゃないかそこを見越してのこの荻原選手のオファーなんじゃないかという感じがしますがまあ、これまだまだねオファーなんかオファーもまだなんで分かんないちいう話でございますけれどもまヴ、あ、ィッセル神戸からしたらねこ荻原選 選手のようにパスも出せるししっかり守備もできるこういう選手は求めているはずでございますのでまあまあ、大木原選手の獲得に動くのも、まあ、補強ポイントに一致するのかなという感じはしますけどもねはいそして次、エドワード選手ですねガンバ大阪へ移籍するんじゃないかという話でございます、まあ今シーズンは35試合で3得点まあこのねセットプレー直接フリーキックを2発決めているしかも、えー、ゴラスソ級のスーパーゴールを決めているエドワード選手でございますが、まあ、今年もですねトスを引っ張ってくれたセンターバックの一人で でございますが、まがんも大阪の事情からすると、まあ、キムヨンゴン選手が対談を発表になりました。まあ、ちょっとね、えー。お国の方へ帰るということで、まあ、キムヨンゴン選手の後釜にエドワアルド選手を取るんじゃないかまあ、左利きでまあ、空中戦の勝率が高かったりとかまあ、足元の技術もしっかりしてる。このエドワアルド選手の獲得に動く。まあこれ多分ね。水面下では一番下書いてるんですけど、水面下ではま争、あ、奪戦の様相を呈しているということで、まあ、どこのクラブがどんだけ具体的なオファーを出しているか分かりませんが。が まあガンバ大阪の名前が出るということはまあポールポジションじゃないですけどもね一番これ積極的に動いているのはガンバ大阪っていうことと僕は思います。まあ、他のクラブもちろんこれねエドワードぐらいの活躍を今年見せていればまあどこのクラブも欲しいよねっていうのがあるのでまあこれ一応、今ガンバ大阪って出ていますがまあ今後、他のクラブの名前が上がる可能性もあるという感じでございますがまあねトスからしたらこのエドワードの対談もしあればちょっといや厳しいなセンターバックのところはですねまあ松本大輔選手がえこの間 右ウィングハーフで活躍はしたんですけども、もう、ちょっとこのエドワールドクラスをすぐ連れてくるっていうのもなかなか、ね、特にまあちょっと外国人のこれ入国制限が今後、えー、また変わるかもしれません、ちょっといろいろ今変わっているので、ちょっとこれはええー、分かんないんですけども、だからこそ、ちょっとトスからしたら残しておきたいが、しかし、ね、難しいのかなっていう感じがしておりますけどもね、はい。そして次、こちらでございますね、群馬の大前選手ですね、まあ、大前元気は京都移籍するんじゃないかっていう話でございますが、 これ一番もう下に書いてはいるんですけどもね、まあえー、記事の内容ですね報道された記事の内容を見ると、まあ、獲得濃厚と書いているので、これは言葉的には、まあ、うーん普通に考えれば90%以上、通常の報道の仕方というか、言葉からすると、まあ、90%以上確定している遺跡話じゃないかという話でございますね。まあ、群馬からしても、もちろんこれ大前を残したい気持ちはありますが、まあ、大前からしたら逆にもう1回 J1 でというのが、えー、あると思いますので、ね、しかしまあ今シーズンも36%。 試合で4ゴール8アシストということでまああの群馬の方で本当に印象的な活躍をしておりますまあ、本当まだまだ J2 ではトップクラスの実力でございます、まあ、これちょっとねえ報道が出た時のこのツイッターとかのコメントとかね見ているともう大前は過去の選手みたいなね今更やれんのかみたいなこあの言葉が並んでいたんですけどもまあ、これ J2 の試合をよく見る人であればわかると思うんですけどまだまだ大前はちょっと危険な選手でございますまあ、これがねだから j 1ね J1 に行ったら大前が今やれるかどうか分かりませんがししかしまあ少なくとも J2 今年までプレイしていた大前のプレーを見る限りは J2 ではまあ特にやることはないのかなという感じがします、まあ、それぐらい本当ね J2 ではもう本当無双とはまださすがに無双状態とは言いませんけども J2 でも十分活躍を見せていた大前選手でございますのでまあ、J1 では僕はまだやれるんじゃないかと思いますまあただしかしやっぱり一つ気になるのがまあ、京都サンガーのプレイスタイルですねのしっかり走るサッカー というのが大前に合うかどうかっていうのはなかなか僕は、えー、難しいのかなという感じがするので、まあ、これやっぱりサッカーって90分間で全部考えないといけないもちろんスタメンの11人を選ぶのも大事ではあるんですけどもこの90分間含めてまあジョーカー的な役割の選手も置いておいた方がいいよねというのもありますので、まあ、そういうジョーカー的な役割ともしくは詩選手がちょっと挙手がはっきりしない、まあ、ピーター・ウタカ選手で別の動画でも話したんですけどもうまあ基本的には一つのクラブにまあ長いはしないタイプで。 ございますので移籍、まあの遺跡の可能性もあるそういう意味ではまあその後釜に大前選手、まあ、イスマイラ選手もね僕はちょっと見てみたい感じはするんですけどもしかして今まだ福島でやって J3、J 福島でやってで今年の夏に J2、京都に来てそしてまあ来季 J1 でじゃあどれだけやれるかっていうとなかなか未知数な部分もあるのでそういう意味では1つ、ね、実績のあるか、まあ、列目とかセンターフォワードができる大前選手、まあ、この選手はセットプレー、フリーキックでも力出せる選手でございますので。 まあそういういろいろ考えるとまあ大前の獲得はありじゃないかと思いますが、まあ歌かなあと、お前だとちょっとまだうん厳しい感じはするので、まだフォワードの補強はあると思いますけど、もまあ何せフォワードのね獲得には動いている、そしてまあちょっと話は違うんですけど、ヨルディバイス選手の対談が発表されたので、まあここは牧野選手がねえ加入するんじゃないかみたいなまあ流れとしてはそれが一番わかりやすいのかなって感じがしておりますけど、京都もと積極的に動いているので、まあ今年のオフの注目クラブの人 一つでございいますねはい、そして次、えー、最後でございますけど西村選手、ですねベガルタ仙台、西村選手は J1 強豪クラブちゅう書き方がされていたんですけどもまあ強豪、えー、クラブ行くそうでございますね、まあ、今シーズンは J2 に降格してしまったベガルタ仙台の、まあえー、でございますけれども、まあ、西村選手です、ね、エースフォワード、西村選手、まあ、センターフォワードもできるし1点5列目もできる、そしてまあサイドハーフでの起用もベガルタ仙台の最近終盤で増えてきているので、まあうん、使い勝手のいいというか、本当どこのポジションで 力が出せる選手でございますで具体的に名前が挙がっているのが、えー、名古屋マイノス、まあ、この ACL に出る可能性のある名古屋と、えー、ACL 決めているマイノス、そしてまあ地元クラブ、です、ね、名古屋グランパスはえ地元クラブということで、まあ、西村選手はそこにえ行くんじゃないかというのがまあ名古屋グランパスの名前が挙がっている根拠になっておりますが、まあ、確かに西村は、ね、J1 の強豪クラブ動くよねというのは確かに予想はされていたんですけども、まあ、このタイミングでかという感じがします。 まあ今シーズンは32試合出場で6ゴールを挙げておりますね、もともとモスクワの方にいた選手でございますけども、えー、ベガルタ仙台、昨年帰ってきてからは、本当、中心として活躍していた選手でございます、まあ、32試合、6ゴール、もっと、ね、本当伸、伸びたび数字が伸びてもよかったと思うんですけれども、も、まあ、そこはちょっと西村選手自身も、ちょっと多分納得は、この自分の成績には納得はいっていないと思うんでね、そこをさどうするか、まあ、来季 J2 に、まあ、仙台と一緒にまあ戦って、そして、一緒に J1 まで上がろうという気持ちが ももしかししかかたらあるかもしれませんのでそこは分かりませんそこはやっぱりこの、ね、エースフォワードとか、まあ、西村選手が、ねまあ、J2 で落ちてしまったこの責任を取るためにじゃないですけれどもね来季の J1 昇格を一緒に目指して頑張りますっていうことももしかしたらあるかもしれませんがこのまあ男気残留、まあ、男気残留じゃないですけれどもねこの主、ね、力選手 J1 からオファーが届いているこの J2 に合格するチームの選手が残るかどうかというのはやっぱりそれはチームの雰囲気とか、まあ、信頼関係によるのかなっていうのが僕 この中であります高額、まあ、してもこのチーム、このしっかりとしたビジョンがあるチームであれば1年間は J2 でプレーして、小学目指すという選手ももちろん過去にもいましたので、ね、そこはやっぱりこの選手とクラブのこの結びつきとか信頼感とかにだいぶかかっていくと思います、ちょっとこれフロントとかチームに不信感があるっていうこの雰囲気があればとか空気があればまあ主力選手もまあ移籍する可能性があるので、そこはどういうまあ信頼関係を選手とクラブが作ってきたかに僕はよると思うんでね。ここは なななかかかにわらん読めないとこでもありますそしてあと、まあ、これはメインではないんですけれどもね、記事の一番下の方にですね、なんかこれ、ね、このアピア・タイウア選手にも J1 クラブが興味ということで、これで西村選手の記事の一番下にこれ、アピア・タイウア選手の移籍話も載っていて、やっぱりこれ、ニュースの記事っていうのは一番ね、クリックして読まないかんなっていうのが改めて分かりました、結構ね、このタイトルだけ見て、あまり中身見ないでっていう人は結構多いんで、まあ、それも時間の都合とかでいいとは思うんですけれども、しかしよくじっくり、これ、 ニュースの記事とかもそうですけどじっくり記事の内容を読むとあれこれこれタイトルの内容よりもなかなかここの一文の方が重要じゃねえのとかねタイトルはこんなんだけどもちょっと話ずれてこっちの方が結構ねえそうなのってびっくりするみたいなね内容の記事もあるのでねやっぱりねこれはねなかなか記事をしっかり読まんとこの話はえ見えてこない見えてこなかった部分であるので僕はまあしっかり読んで改めてよかったんですがにはえしま,すがまあセンターバックアピア・タビア選手ですよねにも J1 クラブ興味ということでまだ年齢 とか若さとか、ね、これからのポテンシャルを考えると、まあ、僕は将来性はある選手と思うので、ねまあ、そういう意味でもどこか獲得に動いてもおかしくないと思います。まあ、これがだから、ね、どこに行くか分かりません、強豪クラブなのか中堅クラブなのか、えー、ちょっと分かりませんけども、まあ、J1 のチームがまあ獲得に興味を示しても別におかしくはないのかという感じかじかしておりますがさこの、えー、仙台の2人ですねこうどうなるかちょっと注目でございますね、はい。ということで今回以上になります。 まあ、今後もですね、まあ、極力移籍情報は早めに出していこうと思っております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、以上、パルプンテジレルサッカーチャンネルのツアー。よかったらチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。さら。